はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。花粉症で鼻声です、すみません。ヤマハの W104、 別名ミンディというピアノが入ってきました。久しぶりですね。このタイプは104は久しぶりです。このピアノの特徴はね、すごい鮮やかな木目、明るい色でもうパーッと派手な色なんですね。なので、例えばリビングにこのピアノがデーンとあるとバッと目立つと思います。いろんな家具があってね、もういや素敵なピアノあるねって言われると思いますよ。どうぞご覧ください。はい、これです。見てください。なんかまあオレンジとは言いませんけど、ものすごい派手というか明るい色ですね。木目がこのように綺麗にね、化粧板がこのように貼ってありますね。素敵ですね。形的には103と同じような、まあ足がないタイプですね。まあ足元すっきりしてるのでお掃除はすごく楽です。まあこういうところにホコリたまりにくいですね。で、形はもう昔のボルモみたいにカクカクカクというね、角張った感じですね。こういう丸っこいね、まあデザインのピアノとはまたちょっと違う感じですね。で、中を見てみましょう。W と書いてあります。ヤマハの W シリーズはここにね、型番書いてないんですね。なので、中の、ね、保証書が残ってたらそれを見たら分かるんですけどね。これは残ってますね。W104 って書いてありますけども。で、中ですけどもね、状態見てください。あ、ハンマーはあんまり溝ないですね。あんまり使ってられなかったから。でね、結構外装綺麗なんですよね。傷があんまりない。まあ少しありますけどね、こういうゴツンゴツンとあったとこはありますけども。で、中の鍵盤の状態もこんな感じですね。まあ汚れてます。入ったばっかりですのでね。で、ここにね、なんかこの紙、クッションが貼ってあるんですけど、多分ね、これお客さん工夫してはったと思うんですけど、例えば子供が急に閉めてバーンって閉まった時に普通バーンって音がするんですけど、ここにクッション貼ることで結構そんな嫌な音しないですよね。まあうまいこと考えてやるなとね、いうふうに思いますけどね。こういうふうに、まあ出荷前はもちろんこれ剥がしますよ。ちゃんときれいにしてね、お届けしますけどね。はい、こういう状態です。それでは音をお聞きください。ここもちょっと傷ありますね。これ全部直しますからね。しっかりしてます。はっきりとしっかりしたありますね、音がしてますね。はい、バランスの取れたね、明るい響きになってます。ヤマハピアノの特徴がやっぱりよく出てますね。さすがヤマハですね。フラットのキーです。私の大好きなキーです。昔のシカゴだったかな、素直になれなくて、いや素顔のままでやったかなっていう曲だと思いますけどね。こういう曲から、これからね、大人の方でピアノを始めたい方はこういう曲から入ってもいいですよ。弾き語りっていうんですけどね、4つ打ち、ジャンジャンジャンっていう4つ打ちで、やって、あとは歌うだけです。もうカラオケと一緒ですね。そういうそのところからピアノ入っても楽しいと思います。まあバイエルからね、子供さんがやるようなバイエルからのレッスンもいいんですけども、大人の方はいきなり指の体操から入っても面白くないですから、こういう4つ打ちのね、バラードっていうんですけどね、こういう感じの曲からピアノ始めてみてください。もう家族みんなでピアノ弾いてくれたら嬉しいなと思いますね。本当にいい趣味ですよ、ピアノっていうのはね。まあ、ピアニスト目指す方は別にしてですね、趣味でされる方はいろいろ楽しんでみてください。まあそういう小型のピアノですからね、そんなにその威圧感もなく、明るい色のいいピアノですからね、ご検討ください。ヤマハの W104 のご紹介でした。それではさようなら。